はい、どうもダークネスローズです。配信のついでにね、これちょっとラジオ、撮ってるからキャス型はそのまんまなんやけど、何日だっけ今日、7月8日もう週末まであと1日ってことで、まあ今日いつもやったら深夜とか日付変わったぐらいに撮るんやけど、まあちょっとめっちゃ寝てたもんでちょっと撮れなかったのと、まあ起きてたとしても正直その話題がなくて、昨日はあの三木田の話をさせてもらったり、まあ話題がちょくちょくあったりしてて、そういう時はねラジオを上げてるんやけど、あとまあゆっくり関係の話とかをねちょっとしたりとかしてるんやけど、今は本当に話題がなくてであの配信の方でも困ってるぐらいなんよ。あのまあその最近ね定期枠というか、だいたい6時から8時ぐらいの夕方ぐらいの時間にやってるから、まだ人も来てくれるしコメントもあるからまだなんとなくごまかせてるんやけど、コメントがない時間とかだったらね本当に何喋ろうってなるしかもそれをねこういうラジオ動画だとかだったら5分とか10分で終わらせればいいんだけど、言ったら配信なんてまあ1枠でも30分だし、2枠しようもんなら1時間だから結構長いよねっていう結構しんどいよねっていう話やからね。そんな感じでね、まあね話題不足、あのねまあ、話題不足も、シンプルにねその話すことがなくなってるっていうのもあるんやけど、あのねゆっくりのね、まあ今その一個ずつ本当パーツ作り直してて、あのゆっくり素材をね作り直したりとか再編してるんやけど、まあね思ったより大変なのがそのね素材とかその物理的なものはね解消できるんやけど、まあスマホが変わったこととかその今すごい細かいこととかねのね編集の感覚の違い、素材あのスマホが変わったりとか、あとあの時使えてたものが使えないとか、いろんなことがあってちょっと時間かかってるよね。まあ本当に言い訳になっちゃうからあんまりこういうことも言いたくないけど、話題がないもんだから言い訳するしかないんよね。とりあえずゆっくり時間かかってるけど、どうだろうな、来週ぐらいには18話だけでも上げたいな。それ上げ1個上げたらそっから先ポンポンポンと作れるから、やっぱねなかなか1個目がなかなかね時間かかるなっていう感じかな。まあとにかくねゆっくりが動かせるようになれば、ラジオを無理にこうやって撮らなくても毎1日1本ゆっくり上げつつ配信を毎日やればそれで十分だし、まあたまにその盛り上がった時にアーカイブをラジオ動画としてその YouTube に上げればいいだけだし、全然いけるなと思ったんやけど、なかなかそのゆっくりのが復活できてなくて、まあ俺の怠慢といえばそうなのかもしれないけど、ちょっとねみたいな。はい、まあ5分ぐらいで終わろうかな今日本当に喋ることないわ。まあね、三木田の件ね、この間動画上げたんやけど、まあ、反響あんまなくて、再生はそれなりに回ったけど、100ぐらいは回ってるんかな。でも、そんなもん思ったほどじゃなかったな。あの、神宮寺シャイ君とか、レベゼンの話の時はめっちゃ回ったのに、ダメだな。ちょっと、思ったほどじゃなかったな。話題性があると思ってんけどな、っていう感じかな。まあ俺もよく知らないまま喋ったからね、その光くんに関してはよく知ってるし、そのなんだろう、ネクステも多少そのグループとしては見てるけど、彼個人に関しての情報を全然持ってなかったから、だから知らない人間が知らない人間のことを語ってるってなんか微妙なんかなと思ってね。まあレペゼンに関してはね多少見てるっていうのもあるし、神宮寺シャイくんもね言うてみんな知らないやんか彼のことにまあ言ったら無名なまだ歌い手の方やからまだいいけどさ、その三木田とか、まあ、ミッキーくんとかなんかさ、まあそれなりに有名だしさ、
まあそれをまあ全く知らない状態で喋ったのがちょっとあんま良くなかったかなとは思ってるけど、はい、まあそんな感じで、まあ話題不足の解消のために、まあ早くゆっくりを動かせるように頑張ります。はい、ダークネスローズでした。バー。